まあ、大島計画ってどういうもんかっていうと、確かね、64年の12月に、その大島で大火があったんですよね。それ伊豆の大島の元町っていう、その、まあ、中心的な市街地が燃えたんですね。湯坂先生がスケッチを書いて、翌日産業技術専門学校でしたかの学生に持たして、役場に持たしたと言ったら、役場の職員驚いて、火がまだくすぶってるのに、こういう案で復興したらどうですかって絵を持ってったから、役場の人も何だろうと思ったわけね。まだ消防自動車がうろちょろしてる時代、まあ、それで東京都の一緒に区画整理事業をやるっていうんで、まあ、一緒に吉坂健とやろうということで、非常に燃え上がってた時期だと思いますね。焼け跡に乗り込んで、その、みかん箱だかなんだか、まあ、そういうものの上に立ってですね、焼け跡で演説して、それで、まあ、焼け出された人たちを勇気づけるとともに、その、なんていうのかな、もっとこれを、その苦しみを糧にして、それでもっといい街を作ろうっていう、その演説をされたわけで、それで大島の行き計画っていうのは、その、まあ、僕たちが非常に強烈に関心しているのは、一つは水鳥山計画っていうのがあって、それで、まあ、水鳥山っていうのは大島に、砂漠がありますから、その砂漠を利用して水を取ろうっていう計画なんですけども、で実際にその西アジアの方の砂漠だとできるらしいんですけども、その非常に、まあ、断熱、熱容量の大きな、そのもの、つまり石を積んで大きな、こう古墳のようなものを作って、そこに、洞窟を作っておくと、そこにこう、吹き込んだ、その、昼間の空気がですね、夜、その冷やされた時に、その結露してですね、それで、空気中から水が取れるわけですね。その洞窟の中に水ができるわけです。それで、とにかく離島っていうのは水が基本であると。で、これはですね、もう後の都市計画でも何でもそうだけど、まず水を基本に考えろっていう、その人間が住んでいくとこっていうのは水が基本だということがあって、それで、その、そういうものを作ろうということを、まあ、提案したわけですね。で、結果的にその、その石の、塩分のようなものをだけでは取れないから、その雨水も集めるような、そのいろいろな、こう雨水の池がですね、その、ウイングのようにこう張り出していって、それで一番下にこう水が集まる、また池があるんですけど、そこはどのぐらい水が集まったかが、その形で分かるように、その層ごとに形が変わるような断面の、その池をこう作ったわけですね。それで、それがこう三葉虫に似てるわけです。古代のその三葉虫に似てる。それで、そういう三葉虫が伊豆大島の三原山の、その、上の方にある、その砂漠にこうへばりついていくようなものを作っていこうと。で、まあ、そういうものをみんなで力を合わせて作っていくことが復興の原動力になるというような、まあ、ストーリーなんですね。あれは先生がやっぱり考えたんであれば、吉坂さんが。で、あれでやっぱりこう参戦の学生からジュニアが全員がなぜか知らないんで盛り上がったの。どうしてあんなことで盛り上がるのか分かんないけど、みんなでやっぱり、であんなことは不可能だってことは僕ら思うわけ。先生だけはね、断固大丈夫だって言うわけ。で、水が溜まるんだって言うんだよ。本気なの。でね、あれ南米かどっかで見たって言うんだよ。で、必ず温度差で水が全部溜まって、将来大島は水で苦労することがない。で、だってディテールまで書いてあるでしょ。あれ50分の1の断面図とか書かされるわけ。でも、そういうのはやっぱりこうすごくロマンティックで、僕らもさ、どうせ夜中にやることあるわけじゃないんだからさ、みんなで書くわけ。三原山にそれでああいうのがわーっとできてくって風景をイメージしただけで素敵でしょ。それが全員を引きつけていくんだよね。やろうやろうと。
大島であの水鳥山とそれから墓地の保存っていうのが、水鳥山ができなくて墓地は保存ができなかったのが痛いですね。痛いっていうか残念ですね。まあ、水鳥山はあの多分そこが吉坂県的なところで、うんうん、だってうまく東京都の東京都や当時の建設省の事業に乗せていくようなね、うん、仕組みを仕組みっていうか仕掛けをすればね、うん、一部でも実現したと思うんですよ。ところがね、吉坂先生そういうこと考える人じゃないでしょ、うん、で僕も考えないし、うん、重村君だってまあ若かったし、うん、大竹ジュニアだってそんなね政策事業に乗せるなんてそんなことはあんまり考える体制じゃない、うん、それでできなかったと、うん、僕はねあれ他のあれがあればできたと思う。マルクス主義的な方法論もだからやっぱ近代化路線を突き進むような路線もダメだと思う。そして僕はそこで住民懇談会というものを開いたわけで、今で言えばねワークショップですよ。だからワークショップなんかヨーロッパかアメリカから入ったみたいな感じもあるけど、もう伊豆大島でワークショップやって、それこそ共産党の人から自民党の人まで一緒になって懇談会やって大議論をしてね、そういう、そしてそこにまあ今和次郎的な手法も取り入れながら、ちょうど今先生が戦後の焼け跡の復興の過程をスケッチでこう書いたり文章で書いたりしてみて、僕はその方法論をそのまま借りて元町の復興過程を見ていったわけね。そしたらやっぱ今先生のその観察っていうのはやっぱり正しかったんだなって思うところがたくさんありましたよね。でやっぱりそういう意味では第三の道をねやっぱり突き進んでいくことができるんだっていうね、そういう確信を持ちました。でその後もかなり建築、いろんな建築、もう工事費の非常に安い建築だったけども建築も実現したし、そう、それで伊豆大島でもう一つね強調していきたいんだよ。さっきワークショップやったって言ったでしょ。もう一つねすごいことをやったんですよ。それはね世界初のボンネルフをやった。ね、その後調べてみたらね、うん、ボンネルフがオランダでしたっけ、生まれたのが1900何年だとか言って、うん、伊豆大島でやったのはね昭和でいうと40年か41年でしょ、うんうん、世界初の本格的なボンネルフですね。でそれは吉坂先、それは僕たちじゃなくて吉坂のアイデアですよ。吉坂はやっぱ車社会に対して徹底的に嫌ってたから、そこでまあ火災後の大火後の復興ってこともあってやりやすかったね、うん、ボンネルフ、うん、で実現したんですよ。ものす何メーターぐらいだったかちょっとね相当結構実現したと思う。ところがその時の町長が次の選挙で落ちたのね、うん、で別な町長になったらねこれから車の時代だとか言ってね全部トラーっとまっすぐなね歩道にさせられちゃってね、うん、僕も 7,8 年前伊豆大島に久しぶりに行ったんだけど、うんうんうん、なくなっててね非常にがっかりしたんだけど、でもあの海岸から吉谷神社に上がる参道の御影石は東京都電の廃止になった路線の石を使ったわけだけど、それはもう見事に残ってて、うん、それ老人クラブの人がみんなでお掃除していってとても感動しましたけどね、うん、もう1964年5年という年には考えられないものすごくエコロジカルなその都市計画を中心市街地でやろうということを考えたわけですね。でそれはその、一つはまあ斜面だっていうことで、斜面にどういうふうに道路を作るか、つまり途中に階段が出てきたりなんかしていくときにどういうふうに作るかとかですね、それからその自動車とその、まあ、自動車に脅かされるんじゃなくって自動車と歩行者共存していくような道を作ろうということ。今和次郎のやっぱり著作をベースにしながら、いわゆる発見的方法というまあよくわからないような理論を振りかざして、やっぱり島に歴史的に蓄積されてきた知恵とか空間を現代的にどういうふうに再生させていくのかという、それを住民とか役場とか東京都と一緒になってね探った仕事だと思うんですよ。
発見的方法ってのは大島をやってて発見的方法が大事だっていうことになったのか、発見的方法っていうのは前から研究室で議論があって、で大島でそれが大きくなったのか、どうなったんですか？いや、それはね、伊豆大島に首を突っ込んでからです。でそれまでモヤモヤと気持ちの中にあったのが、うん、まあ伊豆大島を歩いたり今先生の本を読んだり、まあもちろん他の本もいろいろ読んだりしてるうちに、そういうまあ自分では実践的なコンセプトだと思ってるんだけども、いわばこう眠ってるもの、見捨てられたものから潜んでいるもの、そういうものをの上に覆いかぶさってるいらないゴミを取っ払うと、地域の中に素晴らしい財産があるの、まあ、言ってみれば場所ごとのカルテを作りながらそこの可能性をチェックしていって、可能性とかそこにある問題とかをこうチェックしていって、さらに、計画を、非常に具体化しよう、あるいは戦略化しようということで、作業してたわけです。もう素晴らしいお墓があるんですけど、そのいつも花が絶えないような綺麗なお墓があって、もう夢のように美しいお墓があったんですね当時。でそのなぜそういうお墓なのかとか、そのお墓参りの毎日花を飾る習慣って何なのかとか、そういうことを調べたり、その浜にある井戸の、いわれだとか習慣だとかを調べたり、そういう、ことをしましたね。椿のすごく綺麗な町ですから、その椿をその、取り入れた町づくりをしていこう。でなおかつその、火山岩がありますから、火山岩を使ったそのペイブメントだとかそういうものを作っていこうっていう、まず、市街地に対してはそういう考え方があって、それでなおかつそういうところにいろいろな面白い断面した絨毯が立ってるっていう、そういうこう計画だったんですね。でもう一個のポイントはですね、その海岸沿いにその美しいプロムナードを作っていこうっていう、そこにはこう船もついて、そのよそからのいろんな情報とか新しい人とか感動とかそういうものを連れてくるし、あるいは場合によっては別れの舞台になるし、そういう港っていうものがある。それから漁港もありますね。それから、海水浴のできる磯も浜もある。それでまた そこにそのお墓があったり、それからお宮があったり、例えば浜の宮っていう吉屋神社っていう神社の浜の宮があったり、あるいはそこで聖水を取るようなですね、その聖なる井戸のようなものがあったり、そういう非常に海岸というのはドラマチックですから、そういう海、まあ、今で言えばそういう海岸の、いろんな場所場所ごとの場所性を生かして、それでまたそのそういう町の中に隠されているドラマが町づくりの原動力になってくる、そういう海岸線計画っていうのがあったんですね。で海岸線計画っていうのは後から聞いてみるとちいさんが書いたらしいけど、そういうそのまあ、3つそういう面白いポイントのある計画があったわけです。